今日はマイカーさんに行きます。ここですね、本店は初めてです。飲めないと思う、車だから。あ、うん、はい、写真もいいですか、撮ってもらって。こちらのです。そうです、そうです、はい、あの
聞いてたんだけど、私新丸ビル行ってるのね、今回初めてなの、温泉が楽しみだわと思って、ね、あのバンドタルドミ最近入らないのね、向こうに入荷が。そうなんですよ、ね、そうでしょ、ちょっと少なくてですね。そうなの、はい、ちょっとある時があの、うん、限られてるんですけど、ね、そうなんだ、よかった。写真撮ってもいいですか？あ、料理のですか？あ、違う、私たちも。あ、もちろんもちろん。いいですか？うなぎ屋さんのアイドマンって珍しいと思いますね。出てみます。いや、すごい、ね、どっか食べよう。いただきます。カモです。万能太郎の白焼きになります。あら、久しぶり万能太郎ね。もう数ヶ月ないものね。そうです。あ、お兄さん、お写真いい？前撮ってもらって。はい、本当に何を置いても、ね、本当にこれだけをいただいてみて、万能太郎の仕上げでございます。久しぶり。でもこうかしらね、こっちやな。いただきます。そう、小腹のね、こうやってね、箸を軽く入れるとすぐ切れるのがいいよねなんですって。あなた、うん、食べてみて。あ、切れた。すごい柔らかい。こういう感じですね。皮がしっかりしてます。巻きました。はい、はい、うん、やっぱ身が違いますね、ふわふわね。あ、そうですね、ありがとう。うん、大根のしに味ついてますので、そのまま召し上がりください。はい、ありがとう。ふわふわ。はい、ありがとうございます。はい、お願いします。はい、来ました。あ、これは石なのね、新丸とね。そうです。うん、器は、うん、わかりました。ありがとうございます。うん、いいよ、いいよ、ありがとう。ちりまった万能太郎でございます。今からオープンしたいと思います。美しいです。いただいてみたいと思います。美しい眺めでございます。お父さんは新しい、あの、温かいお家に食べた方がいいよ。いただきます。こう、箸を入れただけでふわふわ、柔らかいことが分かりますね。身がしっかりしてます。なかなか最近は万能太郎の入荷ができる日がないので、今回は久しぶりの万能太郎でございます。本当に身がしっかりしてます。結構厚みもありますね。美味しそうです。
ごい身がしっかりしてる。ねえあなた、すごいしっかりしてない？うん。いや、普通のマイカーのがすごい崩れちゃうのよ。うん、いただきます。今最終形で。うん、すごいしっかりしてる。だからどうですか高尾さん。大丈夫だ。おいしい？うん、おいしいって言って。おいしいです。はい、よしよし。うん、すごい、すごく身がしっかりしております。なかなか普通はこう入れるとずれてしまいますけど、なかなか切れない感じですね。して、天然うなぎの、そのとこ天然うなぎに似たね食感なんですって、この坂東太郎がね。こういう感じよ。すごい綺麗。たくくんこの店舗好きそうね。海見えるね、川が。うん、ほら身がすごいしっかりしてる。これまだ早いじゃないの。いただきたいと思います。これを食べるとビタミン C も食べて、全部のビタミンをコンプリートでございます。荷物結構いいって言いましたね。